ひとまずこの辺りは調べ尽くしたかな。おう、この辺の怪我した奴らはみんな助け、保護した者たちは一旦敵のいなさそうな遊園地の外に移ってもらっている。怪我のひどい子は動ける子たちに協力してもらって運んでるよ。思ったより無事な子が多くてよかったわ。なら次は敵をボコボコに。ジジモン、ジジモンを助けて話を聞くんでしょ。ええ、今回は情報収集が最優先。もちろん怪我した子を見つけたら救助はするけど。何よりもみゆきちゃんを助ける方法を見つけないと。ジジモンがいるのは玉座の間。うん、別の通り道も見つけたからすぐ行けるよ。それじゃあすぐに玉座の前へ行こう。ジジモンを助けるんだ。この先が玉座の間だよ。ここもふさ…みゆちゃん、他に道はない？ないよ。玉座の間の入り口はここだけ。どうし…ちぇ、こうなったら俺らでこのバリケード崩すしかねえ。この量の壁崩すの無理でしょ。じゃあどうしろってんだ。下の方、穴が開いたよ。ほっほー、その声はミュウじゃな。ジジモン、よかった、無事だったんだね。もちろんじゃ。さ、この隙間をくぐっておいで。うん、すぐ行くからね。それにみんなもよく来てくれたの。ジジモン、心配したよ。ミュも元気。ジジモン、本当に無事でよかった。ここ最近無視の眷属どもの動きが活発での、戦いの者らを集めてここで籠城しておったのよ。どうして眷属はここを襲ったんでしょう。からんの、わけもわからず襲われ続け、みなかなり怯えておった。そうだよね、わけもわからず襲われるって怖いよね。それよりタクマ、聞かなきゃいけねえことがあんだろ。ジジモン、僕らの仲間が一人、主…何？主に？はい、彼女の体に主の意識が入って僕たちと敵対してしまっている。僕たちは彼女を助けたいんです。ジジモン、お願いします。何か方法を知っていたら教えてください。すまないが、お主たちに教えられる知識はそう多くはない。意識を乗っ取る力を持つ者はいくらか覚えがある。じゃがそれが通常であれば、体の持ち主が相手の意識を追い出すのが成功法じゃ。どうしようも。外からできることはひたすらその者の心に訴えかけること。何度も何度も呼びかけて心の扉を、それも対処療法でしかないでの、最終的には主。
他に方法はないんですか？誰か…すまぬ。昔の記憶を遡れば心当たりくらいはあるかもしれんが、すぐには出てこんの。そんな…力になれず申し訳ない。この音は…タクマ、敵だ。この感じ間違いねえ、眷属ってやつだ。クラ…みんな扉から離れて。そうだ、確か…何やってるんだ。待って、もう少しで。確かあの、やっぱりあった。みんなここから脱出できるよ。やった、これで逃げられる。でもその前にあいつらだけでも蹴散らさないと。逃げてる間に背後をつかれれば。やるしかない。みんな一人にならないように気をつけて。協力し合えば必ず切り抜けられるわ。そうよ、みんなの力を一つ。ジジモン、わしにこんなことを言う資格がないのは、この世界を救ってくれ、お主らにとってはそれでも。ジジモン、わかりました、任せてください。来るわ。みゆき、こんな状態じゃ話し合いなんてできそうにないわね。たくまくん、もし危険だと判断したら彼女に立ち向かうわよ。ではあるはずだ、みゆきを救える方法が。
力を。ケルベロモン、これならば。知らないんだぞ。優しかったみゆきを、彼女と。アグマ、タクマの声も聞かせて。一緒にさ、わかった。アグマ来た。お腹の中から熱いものが。タク、すごい。今までにない大きな力が。ワープ進化。これで終わらせる。ウォーグレイモン、すごいぞアグモン。さあ続けるぞタクマ。
誰から私に奪われたいの？どう戦うべきか。私が動く。私が動く。ヘルプも低いよ。雪ってば。ダメだ、言葉が届かない。おいおい、やべえぞ。完全に暴走してやがる。ダークマ、もう話し合いなんて無理だ。仕方ないけど。ああ、ここでとどめを刺すぞ。待ってよ、そんなことしたら僕たちは帰れなくなるんだよ。ここで見逃したら後でどうなるか分かったもんじゃねえ。雪を死なせるわけにはいかない。せめて話聞いてたか。ここで見逃したらまた襲われるぞ。たくまくん、残念だけどもうやるしか。そんな、でも実くん、
カイト君、もう少しだけ時間をくれないかね。教授まで何言ってんの？先ほど一瞬だが彼女は正気を取り戻した。きっと私はこれ以上誰だからお願いだ。少しだけだぞ。ダメそうならとどめを刺すからな。あーちくしょう、しょうがねえな。ありがとう。みゆきくん、わかるだろう。君のことを思ってくれる人がここ。弟のハルくんのためにも負けないでくれ。みゆき、みゆきなら大丈夫だよ。きっと勝てる。一緒に帰れる。だから負けないで打ち勝つんだ、主に。たくまくん、もう少しだ。みゆき、みゆき。私は…そうだよ、みゆき。たくまさん、私…たくま、ダメだぜ。増援が来やがったぞ、クソが。これ以上は持たない。みゆき、嘘だろ。たくまくん、危ない。いかん。ジジモン、胸を刺されて。ミユキ、やめてくれ。これ以上誰かを傷つけるのは。タクマ、やばいって。ミユキはもうダメだ。ここもやばいぜ。いつ崩れてもおかしくない。待って、待ってよ、ジジモンが。ジジモン、ダメだ、とても近づけない。タクマ、俺たちだけでも逃げないと。でも…行け、いいから逃げろ。ジジモン、みんなを、この世界を頼むぞ。ダメだ、ジジモン、一緒に、一緒に。ダメだって、タクマまで死んじゃう。離してくれ、助けなきゃ。せめてジジモンだけでも。そのままタクマを引っ張ってこい。ミユの開けた穴から逃げるんだよ。僕は…みんな、無事ね。ああ。うん。くそ。記憶座の間は、もうダメね。たくまくん、行きましょう。でも、僕…ジジモンさんが亡くなってしまったことは悲しいわ。進まないと。私たちには…僕は…たくまくん、ここで落ち込んでいるだけでいいの。
私たちには、あなた…そうだ、ジジモンの願いを叶えるってなら、それを絶対に無駄にできない。ああ、落ち込んでいる場合じゃない。僕のいない間、みんなの方が大変だったのに。戻ってきてくれたっていうのに、いきなりこんなことになってしまって。戻ってきたことを後悔はしていないよ。やっぱりたくまくんは強くて頼もしいのね。辛い思いをしているあなたにこういうのは酷かもしれないけど、お願い、もういなくならないで。生贄がもっと欲しいってこと？じゃあ、もし生贄をもっと捧げたら返してくれる？巫女を欲するか？お前が手を組む相手として悪い選択肢じゃないと思うけど、アルケニモンやピエモンはお前にとって期待外れだったかもしれないが、私ならもっとたくさんの人間をお前に捧げることができる。何の話かと思えば、元より役立つとは思っておらぬ。私はあいつらとは違うんだ。すがりついてご機嫌を伺うだけじゃない。私には私の強い意志があるんだ。もっと生贄を用意してくる。そうすればこの世界も救われるんだろう。だからさっきも言った通り、生贄を捧げる代わりにみゆきを。この世にしろ返してやろう。約束だよ。したんだよ、朝から大声出して。タクマ助けて。あれ、あの子。はーい、いい子でちゅね。今ご飯あげまちか。ほら泣かないで。ねえ、
ほら、泣くなって。カイト、大きな声出さない。ほらほら、みんな。げえ、こいつ漏らしてやがる。誰か。なんだ。タクマ、起きるのが遅えよ。こっちは大変。悪い。決まってんだろ、遊園地のチビどもだよ。お世話分かったらさっさと手伝え。ほら、お前の受け持ちはこのこと。笑ってる場合じゃねえっつーの。お前は笑ってくれ。よかった。食事をさせたら落ち着い。しかしジジもこんなたくさんのチビをよく面倒見てられたな。そうだよね。ジジも。あ、ごめん。みんなちょっといい？手の空いた時にでいいから、これからどうするか。この世界から脱出するためにはみゆきちゃんが必要しないと。でももうこれ以上の犠牲を出すわけ。私一人じゃ考える力が。慌てなくていいから、みんなでよく。とにかく今は備える時なのよ。
これは、まずいな。どうしよう。カイトと葵さん？何か困ったことがあるの？うん、食料の残りが少なくて。今までと比べて、食べる人数が増えたでしょ？材料が減るのも早くな…人数が倍になりゃ、食料の減りも倍になる。当たり前の話だがな。じゃ、じきに足りなくなる。そうだな。森で何か探すってのはどうだ。森で？ああ、食える木の実くらいはあるだろう。これでも俺は田舎住まいだ。後で何か探してみるぜ。食料問題は放置できねえもんな。あ、だったら一緒に行きましょう。私も食べられる植物を覚えておきたいもの。それなら僕も。お前は残ってろ。なんで？面倒見なきゃいけねえ奴らがいるんだ。何人かは残らなきゃ。それに城から来た奴らの面倒を放ってミユが食材探しに行きたがるとは思えねえ。つまりミュウたちを守れってこ、そういうことだ。頼んだぞ。Thank you.
ロデュルモン。力の差を見せてやろう。私がやろう。はっ。